バーミンガムシティの MF 三好浩二が今季3ゴール目を記録した。今シーズンからチャンピオンシップ、イングランド2部のバーミンガムへと完全移籍した三好。ロイヤルアントワープの最後のシーズンは怪我で長期離脱するなど苦しい時期を過ごしたが、新天地ではしっかりと出番を確保している。今シーズンは公式戦全試合に出場。結果が出ずにチームは苦しんでいる中、 11日に行われたサンダーランド戦でも結果を残した右サイドで先発した三好は1対0で迎えた30分にゴールを記録するボックス内への三好の縦パスに J スタンスフィールドが反応このパスはブロックされるがこぼれ球を拾ったスタンスフィールドがボックス右からグラウンダーのパスこれに走り込んだ三好が左足でダイレクトシュートを叩き込んだ 絶妙なポジション取りからゴールを決めた三好ウェイン・ルーニー監督も喜びを見せていたがチームはその後に2失点3対1で敗れ5試合未勝利と結果がまた出ない状況が続いている地元紙のバーミンガム・メールは三好に6点10点満点の評価を与え今季3点目となる好フィニッシュで貢献後半に試合から姿を消しトラブルに見舞われたり 異常に悪いタッチをし続けたと前後半でパフォーマンスに差しがあったことを指摘している。